どうも、フリーマこと、アースガーです。今回ですね、焦りを見せる世界のお困りの勢力、中国と覚悟が必要な日本、その21です。おうちとしては、急いで対応しないと、2024年の日本の大事件が起きてしまうというところなんです。前回に続き、世界のお困りの勢力の話です。概要欄の動画をご覧いただくと、より理解が深まりますが、ここまでに触れたロシア、ウクライナ編にも絡みますが、世界のお困りの勢力は、病気、食料、戦争なども含めて、様々な計画を立てて、人口抑制、一部の者たちのお金儲けのために動いていることを前提にしてご覧ください。2023年1月27日 WHO が各国政府に核戦争に備えた医薬品の備蓄を勧告。 WHO 側の言い分では、放射能が漏れると命の危険性があるということですが、自分が折に触れて取り上げる2062年の未来人の予言である2030年より前に第三次世界大戦が起きると、海洋生物はほぼ食することができないとも繋がると思うのは気のせいでしょうか。同時には前回の動画で世界のお困りの勢力の目的である2009年の人口抑制会議を主導して、あの病気のワクチン推進をしたあのビル・ゲイツ氏が、ワクチンが感染も変異株も防げず効果が持続しないと話したことに触れたんですが、その発言はゲイツ氏自身がドイツのバイオメーカービオンテックの株を売った後にしていたことが発覚。ゲイツ氏のポジションがよくわかるお困りな話です。ちなみに2月22日時点でゲイツ氏は自身の財団が絶妙のタイミングでファイザー社の mRNA ワクチンのパートナーのビオンテックに投資し、数億ドルの利益を確保していたことが発覚。ゲイツ氏はビオンテックに6500万ドルを投資していましたが、わずか2年で5億5000万ドル以上に増やしていました。ゲイツ財団はこの株式からおよそ2億6000万ドルの現金を銀行に預け、2億4200万ドルは財団を通じて投資されていたそうです。一体儲けた分のお金は今度はどこにゲイツ氏は投資したんでしょうか。同日にはベネズエラに関するお困りな報道が出ており、ベネズエラで米英が傀儡大統領を据え、傀儡大統領にベネズエラ中央銀行の20億ドル分の金塊をイングランド中央銀行のものとすることを認めさせる。傀儡大統領が追放されるが、イングランド中央銀行は20億ドル分の金塊をベネズエラに返さず、このあたりはいかにもイギリスらしいし、世界お困りの勢力もどこかで絡んでいそうな情報です。1月28日にはあまりにも世界のお困りの勢力の一つである世界経済フォーラムがやらかしすぎているので、ツイッターでも彼らの目的である人口抑制、金儲けのためのグレートリセットに抵抗する方法を科学者が指南していました。25の方法が書いてあったんですが、特定のエリートやゲイツ氏、昆虫食、薬物、気候変動、食糧危機に抵抗するための方法などが書いてありました。日本ではまだまだこの辺りの話はそれほど拡散されていませんが、海外では確実に世界のお困りの勢力に抵抗する動きが増えています。同日にはドイツのナチスに関する興味深い話がツイッターに出ていて、ナチスを倒したのはソ連、戦後に米国はナチスを取り込みという話が動画で出ていました。自分も知らなかったんですが、元ナチスを国連、NATO、欧州委員会、NASA の要職に配置していて、さらにナチスの宣伝班であるゲシュタボ幹部や優生学科学者もアメリカが取り込んでいたそうです。当然ここにも世界のお困りの勢力が何らかの形で絡んでいた可能性はあるので、単純にアメリカ、旧ソ連の対立構造だけで見ると判断を見誤ると思います。1月29日にはイスラエルがアゼルバイジャンの基地からドローンでイランの工場を爆撃。その前にアメリカの CIA 長官がイスラエル訪問をしていました。これは世界のお困りの勢力の目的である人口抑制の手段の一つではないでしょうか。1月30日には世界経済フォーラムのトップ、変態シュアブさんことクライシュアブ氏にスカウトされたんですが、それを断った起業家のジェイソン・カラカニス氏が世界経済フォーラムについて動画で告発。世界経済フォーラムは巨大な詐欺集団、参加者もろとも潰れろ
グローバルリーダーになるには4万ドル必要だとクラウスに請求されたと述べていましたが、このあたりは世界のお困りの勢力らしいですが、おそらく世界経済フォーラムに絡む方じゃ漏れなく4万ドルを払っているのかもしれません。同日にはゲイツ氏があの子供好きのジェフリー・エプスタイン氏との関係についてインタビューに答えていましたが、その内容が、この問題の一つはあなたとジェフリー・エプスタインの関係です。メリンダのアドバイスと希望に反して彼と関係を維持したことを後悔していますか？100回以上言っている。彼とディナーをするんじゃなかった。エプスタインは性的に妥協する傾向があった。メリンダが警告したのはそのことですか？夕食を共にした、それだけだ。その関係を後悔していると、彼と食事をしたことだ。財団とエプスタインとの関係はいかなる関係もなかったということです、と必死な様子。メリンダさんがゲイツ氏とエプスタイン氏とよろしくない何かを掴んだ可能性があるので、離婚になったのかもしれない点を考えると、本当に食事をしただけなんでしょうか。1月31日には世界経済フォーラムが定例会議のダボス会議で発表したガイアという計画の内容を発覚。どういう内容かというと、1、慈善事業、非営利団体の税制上の利点を使って財産をむさぼる。2、年間3兆ドル調達する。3、エリートや金融会社のブラックストーン、ブラックロックに吸わせる。4、富と権力を一点に集中させるというものでした。これももろに世界のお困りの勢力の目的とぴったり一致しています。同日にはアメリカの保守系団体プロジェクトベリタスがあの病気のワクチンに関するやばい報道をしたことについて、 YouTube でいかにバンするかの緊急命令の画像が内部告発者からベリタスに流出。今までこんなことは起きていなかったのに内部告発が出る事態なので、一体何が起きているんでしょうか。2月6日にはニュージーランドのワイカトの養鶏場で火災が発生。これにより養鶏場にいた5万羽の鳥が死亡。最近卵の値上がりの件がクローズアップされるし、個人的にも卵の買い控えをしていますが、これはそのことと関わっているのは気のせいでしょうか。2月7日にはあの病気、武漢研究所との関係性もあるアメリカの非営利組織エコヘルスアライアンスの内部告発者であるアンドリュー・ハフ博士が強烈な発言をしました。ウクライナの生物研究所 CIA、 バイデン大州長の次男のハンター氏、ローズモント・セネガ、メタビオダ、米国防脅威削減局、国土安全保障省が全てつながっていると述べ、 CIA の投資会社インキューテルが Google に投資したことで Google マップと Google Earth は実現したと話しました。これも世界のお困りの勢力が利権でつながる法則、お困りの方たちは惹かれ合うが適用されているのではないでしょうか。2月8日には WHO のテドロス事務局長が記者会見で H5N1 型鳥インフルエンザのパンデミックの可能性に備えなければならない、ワクチンと抗ウイルス剤の供給が必要になった場合、世界中で利用できるようにするため製造業者を関与させていますと言い出しました。内閣府の食品安全委員会のページでは、人は鳥インフルに感染する可能性はないとしていますが、 WHO は世界のお困りの勢力と結びついて何かをやる気なんでしょうか。同日にはイギリス BBC の番組でゲイツ氏が気候変動の件で突っ込まれており、インタビュー中に温室効果ガスを大量に撒き散らすプライベートジェットを使いまくるゲイツ氏に BBC 記者が追及。気候変動キャンペーンを行う一方で、プライベートジェットで世界中を飛び回っているという訴えにはどう答えるのか。あなたは偽善者なんですか。私は私の家族の二酸化炭素排出量をはるかに超える空気直接補修を行うためのクライムワークスのゴールドスタンダードを購入し、気候変動の革新に何十億ドルも費やしています。あなたは私にケニアで農業やマラリアについて学ぶことをせず、家にいるべきだとでも言うつもりでしょうか。とにかく私はバランスを取ることにお金を払うことで、その問題の一部になっていないだけでなく、私の画期的なエネルギーグループが解決策の一部に数十億ドルを使っていますので、その考えには納得がいきませんと随分必死でした。このあたり、いかにもプライベートジェットを使いまくる世界のお困りの勢力の皆様のポジション
ションが見えてきます。2月13日には元 MSNBC のニュースキャスターが2014年に大統領候補のヒラリー・クリントン氏についてネガティブなコメントをしたら放送後にオフィスに連れて行かれ、今後ヒラリー・クリントンについてコメントするときは事前に社長の承認を必要とすると説教されたと暴露。後で話すフォックスを解雇されたあのタッカー・カールソン氏の件もそうですが、アメリカも日本とは別の意味で世界お困りの勢力の圧力がすごいのだろうと思う次第です。同日には家族全員があの病気のワクチンを打って以来反ワクチン活動家に転じたインフォシークを設立した富豪のスティーブ・キルシュ氏がケネディ元大統領の甥であり世界のお困りの勢力との対決姿勢を見せるロバート・ケネディ・ジュニア氏を大統領選に立候補させるための政治資金団体を作ると発表。これもネットが発達する前だったらありえない動きです。2月14日にはアメリカオハイオ州で起きた有毒化学物質が流出した列車事故の件について映画のホワイトノイズと似ているのではないかという指摘がツイッターで出ました。しかもこの映画のエキストラも事故が起こったエリアと同じオハイオ州イーストパレスティーンの住民たちでした。この事故による影響はどういうものかというと、焼却を始めてから10マイル先で鳥が死んだ、飼っていた狐が1匹死に、他の個体も体調不良、5マイル離れた川で魚が大量死、水も土壌も大気も汚染されたという報告がありました。それにもかかわらず大州長は一切現地に支援をしなかったんですが、同州で事故を起こした列車運行会社であるノーフォークサザンの最大株主が投資会社のブラックロック、バンガード、JP モルガンでした。それであれば自分としても納得できるし、これらの会社は世界のお困りの勢力ともつながります。同日に世界経済フォーラムのトップであるヘンタイ・シュワブさんがドバイで行われた中東諸国が集まる会議世界政府サミットで第4次産業革命テクノロジーについて講演を行いました。ヘンタイ・シュワブさんは人工知能だけでなく新しい宇宙技術や合成生物学など数え上げればキリがないほど私たちは今指数関数的な段階に突入している。10年後の私たちの生活は全く違うものになっているだろうし、そのような技術を習得した人は何らかの形で影響を受けているはずです。私たちは世界の一部になっていることだろうと述べました。個人的にステルスゲームの名作であるメタルギアソリッドと AI の世界観を知っていると、ヘンタイ・シュワブさんはその世界線の実現を狙っているのかと疑いたくなります。これも同日ですが、あの製薬会社のモデルナの CEOステファン・バンセル氏が CNBC の番組に出演。バンセル氏は今年1月18日の世界経済フォーラムで登壇し、出席者に対して2019年に10億ドル規模のパンデミックが起きる予測をしたと自慢したことを語りました。さらにバンセル氏は全ての大陸に mRNA ワクチン工場が欲しい、そして自分の会社は中国共産党と取引して現代版あの病気ワクチンを中国に持ち込むつもりだと述べました。これはいろいろな意味で自己紹介だと思ってしまいますが、ここでも世界のお困りの勢力と中国がズブズブである証拠は出ているのではないかと疑っています。2月15日にはドイツの大手メディアがイスラエルの謎の情報会社が偽情報、偽アカウント等で他国の世論操作を行い、高位の政治家をハッキングし、これまで33の国政選挙に介入し、そのうち27の選挙で依頼主の意向通りの選挙結果をもたらしてきたと報道。これが事実であれば今まで起きたよろしくない選挙とつながるのは気のせいでしょうか。同日にはアメリカの非営利財団であるナイト財団がアメリカの2022年のメディアに関する信用度のレポートを公表。その結果アメリカのメディアに対して信用できない見方が2017年11月には43% だったものが2022年7月には 53% に増加。メディア不信は全国メディアは 41% が不信となっていますが、地方メディアは 75% が信用できるとしています。しかもネット、ラジオで情報を得る人は全体の 47% が
メディアを疑っているそうです。さらに全国メディアがちゃんと情報を伝えているかについては 61% が満足していないという意見で、メディアが公共のために動いていると捉える人がわずか 6%、 利益のために動いていると捉えている人が 62% となっています。また選挙で選ばれた政治家が地域や市民の利益を代表していると捉える人も少数で、大多数が市民の利益を代表していないと捉えているそうです。ゲイツ氏やジョージ・ソロス氏などのお困りの方たちが、メディアにもお金を投資する話は自分もしていますが、その結果が出ているとも言えます。2月16日には先ほど触れた世界政府サミットでまたもや気になる発言が出ており、みんなが利己的だったから、あの病気パンデミックで多くの人を失った衝撃を起こして突き動かし、プラットフォームを通過させるというものがありました。今度は一体何が起きるのかと非常に気になる発言です。同日にはソロス氏が北極の誘拐を防ぐための策として、まだ実験段階にあるソーラーテクノロジーの活用を支持すると語りました。これはドイツのミュンヘン安全保障会議でソロス氏が語ったことですが、成層圏に火山の噴煙に似た粒子を含むエアロゾルを放出して太陽光を遮り、地球を冷やすテクノロジーの活用を提唱し、世界銀行に資金援助を求めました。正直これは地球温暖化対策というよりも人の食料が減ることにつながるのではないでしょうか。ちなみに国連は酸性雨の原因となる二酸化硫素を大気中に注入することで太陽を暗くすることを検討しているそうです。2月17日にはインドで10代の少年を暴行した罪で有罪判決を受けたトランスジェンダーのサチュー・サムソン被告について、ジャーナリストが、サムソン被告が女性刑務所に拘留されている間、警察にサムソン被告の尊厳と名誉を守るよう命じたことは女性受刑者の尊厳と名誉を無視することを意味すると指摘。またそのジャーナリストは、デリー高等裁判所がパスポートの性別表示を変更するための自己決定を実施する命令を可決したことを取材。要するに政治に自称 LGBT が OK になったことを意味し、医者の認定が必要な性同一性障害とは全く違うので、これはやばいのではないでしょうか。2月18日にはアメリカフロリダ州ドラルの再生可能エネルギー工場で大規模な火災が発生、5日以上にわたって燃え続け、複数のフロアに延焼、発生した煙は避難勧告が出されるほど健康被害をもたらしていました。フロリダ州というと共和党の州ではありますが、再生可能エネルギーというのが個人的にはいろいろな意味で引っかかるなと思う話です。ここまでが21本目ですが、22本目も引き続き世界のお困りの勢力の話をしていきます。最後までご覧いただきありがとうございました。自分のこのチャンネルは経済、外交、福祉などの問題を取り上げて、現状よりもどうすれば良くなるかについて話しています。もしよろしければチャンネル登録、それからグッドボタンを押していただければ幸いでございます。またお会いいたしましょう。